コーヒーをこぼしてしまった。すまない。春眠博士。アイテム番号 SCP-GGGJP-J。オブジェクトクラスオキター。特別収容プロトコル SCP-GGGJP-J のうち。物体のものはサイト、8116かサイト、8161、もしかしたら8118だったかもしれません、の定期限度物品収容ロッカー内に収容されています。概念、現象の SCP-GGGJP-J の影響を防ぐため財団職員は毎日必ず、7、8時間の睡眠、およびバランスの取れた食事をとる必要があります。SCP-GGGJP-J の影響を受けた際は、睡眠をとるか、カフェインを摂取すると良いらしいです。説明 SCP-GGGJP-J は精神に影響を及ぼす様々な物体や概念、現象などです。とオブジェクトの影響を受けた場合、影響を受けた対象は眠気に襲われます。また、この影響は対象や周囲の状況などで強さが変化します。影響は特に措置を施さないのであれば、数分おきに再発し、睡眠をとることで完全に脱することができます。適度な睡眠をとっている場合は当オブジェクトの影響を受けにくくなります。以下はいくつかの SCP-GGGJP-J の例です。完全な一覧は、SCP-GGGJP-J の一覧を参照してください。超ヒモ理論入門というタイトルの書籍。子守唄、約7分のアンビエントの楽曲。風呂上がり、春、乗用車の振動、家庭用ゲーム機の取扱説明書。プログラミング言語が表示された画面。また、当オブジェクトの影響を受けた際に口を大きく開くという特殊な行動、SCP-GGGJP-J に分類、を取る場合があります。この行動にはミーム的性質があります。SCP-GGGJP-J を目視した場合、目視した対象は同様の行動を取るようになり、眠気に襲われることがあります。ほい、一眠い。対象はケボノ博士。実施方法 SCP-GGGJP-J の影響を受けたと思われるアケボノ博士の様子を観察。アケボノ博士 SCP-JP の報告書を読んでいる。非常に眠そうである。アケボノ博士 SCP-GGGJP-J、A をしたが、誰も目視していなかったため、ミームの拡大は免れた。アケボノ博士コーヒーを飲んだ。アケボノ博士 SCP-JP の実験を開始。アケボノ博士が SCP-GGGJP-J の影響のためか、SCP-JP にコーヒーをこぼしかける。あと少しで収容違反が起きるところだった。やはり睡魔は大敵だ。春眠博士。対象しののめ博士。実施方法 SCP-GGGJP-J の影響を受けたと思われるしののめ博士の様子を観察。しののめ博士 SCP-GGGJP-J、A をする。近くにいた青崩れ研究員に感染し、青崩れ研究員も SCP-GGGJP-J を行う。青崩れ研究員しののめ博士がいる部屋から退出。しののめ博士紅茶を飲んだ。非常に眠そうである。しののめ博士報告会へ行くために会議室へ向かう。報告会が開始。しののめ博士しののめ博士は眠そうである。しののめ博士眠気を紛らすためか、頬を数回叩く。しののめ博士 SCP-GGGJP-J、A を行う。目視している人物がいなかったため、ミームは拡大せず。報告会が終了。しののめ博士自分の研究室に戻る。しののめ博士机に座って書類を整理している。しののめ博士机に頭を強打。しののめ博士眠気を覚ますためか、書類の束に顔面に数回ぶつける。しののめ博士しばらくした後、再度ぶつける。しののめ博士実験申請書を書いている。しののめ博士机に伏せたまま動かなくなった。おそらく眠っている。対象しののめ博士。インタビュアー春眠博士。不期観察記録 GGG2 の後にしののめ博士に対してインタビューを行いました。インタビュアーしののめ博士、起きてください。しののめ博士、起きる。しののめ博士どうしましたか？なぜ録音機を持っているんです？インタビュアーあなたに対してインタビューを行うためです。しののめ博士なぜインタビューを？インタビュアーあなたは SCP、
GGGJP、J の影響を受けていると考えられます。ご存知ですか？東雲博士全く聞いたことありませんね。当報告書を読む。東雲博士まさか自分がオブジェクトの影響を受けていたとは。インタビュアー普段、睡眠をどのぐらいとっていますか？東雲博士最近は4、5時間ぐらいですかね。インタビュアー明らかな収容プロトコル違反ですね。これからはしっかり睡眠をとるようにしてください。東雲博士はい、すみません。以後気をつけます。インタビュアー昨日は何をしていましたか？東雲博士、数秒沈黙、昨日は1日中、技術院と財団の情報セキュリティシステムのメンテナンスをしてました。これが影響を受けた原因でしょうか？インタビュアーおそらくそうでしょう。東雲博士なるほど。インタビュアー以上でインタビューを終了したいと思います。お疲れ様でした。東雲博士お疲れ様でした。ドアの開閉音。足音。ドアの開閉音。インタビュアー、やっと休めます。インタビュアーこれですよ、これ。私が求めていたものは、やはりベッドは最高です。沈黙。録音機の充電警告音。ほい、に。影響の拡大を防ぐため、SCP-833JP-J が発生している際は、収容プロトコルに違反しない限りほぼ全ての職員を休みにし、しっかり日々の疲れを取ることが義務付けられました。また、SCP-GGGJP-J に対抗する最終手段として SCP-900JP-J の使用が許可されました。ただし、許可書が必要なことと、使用時間が3時間を過ぎたところで SCP-900JP-J から収容室外へ射出されることに注意してください。これでよし。春眠博士。財団は本当に疲れが溜まる場所だ。暇な部署なんてどこにもないだろう。すでにわかっていると思うが、財団ではほんの少しのミスでも宇宙を壊しかねない。だから職員は疲れが溜まる前にちゃんと休むように。こんなオブジェクトがあるならなおさらだ。収容プロトコルにもあるように財団職員は適度な睡眠、食事、運動をする。失礼、私も影響を受けているようだ。皆はちゃんと休暇を取るように。お休み。確保、休養、保護。オフアイブ、11。